こんにちは。中央地域のキラリと光る農産物や農産物にまつわるエピソードについて農家の方にお聞きする番組、キラキラ農業大好き愛媛です。私が今回ナビゲーターを務めます県中央地方局産業振興課普及指導1年目の若下優穂です。よろしくお願いします。さて今日は砥部町の七折地区にお邪魔しています。今回キラキラ農産物をご紹介いただくのはこの方です。梅農家の大内結衣です。今回は砥部町の七折小梅をご紹介します。よろしくお願いします。大内さんはどうして梅農家になったんですか？もともと梅が大好きだったんですが、大学4年生の時に七折を訪れて、ここの地域の人たちに惚れ込んで、また七折小梅も好きになって、就農しました。梅好きが高じて梅農家になったとはすごいですね。七折小梅って愛媛では有名な地域ブランドですが、なぜこの地域は梅の栽培が盛んなんですか？はい、昔から七折で採れる梅は非常に美味しく、明治時代に産地になったと聞いています。だいたい100年の歴史があります。100年以上前から美味しい梅ができているってことは、気候や土壌がぴったりなんですね。立派な七折小梅を作るために大内さんが工夫していることはありますか？そうですね、歴史ある産地なので古い木が多いのが課題です。少しずつ植え替える、土壌環境を整える、樹勢が良くなるように枝の角度を立ち気味にするなど、木を若返らせるために地元の先輩農家や普及指導員さんと相談しながらいろいろ工夫しています。なるほど、歴史ある産地ならではの苦労があるんですね。ところで収穫の時期はいつ頃なんでしょうか？七折小梅の収穫時期は5月下旬から6月上旬です。大梅は梅酒用に青いうちに収穫したり、梅干し用に完熟してからネットに落として収穫するのが一般的なのですが、七折小梅は果皮が薄くて破れやすいので、黄色く熟れてから落ちる前に一つ一つ丁寧に大事に手摘みするので、繊細で大変な作業です。一つ一つ大切に手摘みですか？気が遠くなる作業ですね。そんな手間暇をかけた七折小梅のおすすめの食べ方はありますか？七折小梅は香りがとってもいいので梅シロップが絶品です。今日は梅シロップを炭酸で割ったジュースを用意しました。ぜひ飲んでみてください。いいですか？いただきます。すごく七折小梅の芳醇な香りが口いっぱいに広がりました。すごく後口が爽やかなので、これからの暑い季節にぴったりですね。そうでしょう。ごくごく飲んで梅のクエン酸で夏バテ知らずって感じです。梅干しも用意してみました。いかがですか？ありがとうございます。こちらすごくガツンとした酸っぱさが効いてますね。小梅なんですけど種が小さくて果肉が多いので、すごく食べ応えがあります。梅干しを作るときにこだわっていることはありますか？七折梅組合で作っている梅干しは地元砥部町産のシソを使っています。また最近は減塩の梅干しが多いですけども、昔ながらの塩分 15% でつけていて、梅の旨味を最大限に引き出しています。塩も何を使うかで風味が違うので、いろいろ試してみてください。こだわってますね。私もこだわりの梅干しや梅シロップを作ってみたくなりました。梅の果実はどこで買うことができますか？5月下旬から6月上旬にかけて県内のスーパーで販売しています。また生梅は傷がなくて香りがしっかりとしたものが美味しいですよ。梅選びのポイントは香りなんですね。早速いい香りがする七折小梅をゲットしようと思います。自分で作るのが難しい場合は加工品を買うのもいいですね。では最後に大内さんの農業に対する思いを教えてください。これからも家族で農業を続けていきたいです。子供が今2歳と0歳なんですけども、大きくなった時に一緒に農業ができたらいいなと思っています。そのためにも私の大好きなこの七折地域の皆さんと一緒に産地を守っていきたいと思います。私も普及指導員として地域を盛り上げるお手伝いができたらと思いますので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のキラキラ農業大好き愛媛は砥部町の大内さんから七折小梅をご紹介いただきました。大内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。